今、ニュースリパブリックで、サザエさんついに最終回かという見出しのニュースをやっていました。で、いよいよ、日本で一番長く続いているサザエさんも終わってしまうのか、と思って見てみたら、サザエさんが、サザエさん一家が海で遊んでいる、その写真を見て、 サザエさんは、サザエさん一家が海に行くと、いうことは本当に最終回かっていう書き込みがめっちゃくちゃ多かったですけれども、<laughs> サザエさんが、サザエさんたちが海に行くだけで最終回かっていう風にちょっと、お前ら、アホかって言いたくなるようなニュースがありました。ただ僕は、 それを見て、ちょっと、これ <laughs>、まあ、今、ハドソンは吸収合併されちゃって、コナミの方になってますが、そっちから文句来ないかなーっていう演出、あ、が、思い浮かば、思い浮かべだったんですけれども、あの、 海に全員のシルエットが全員並んでるシルエットこれファミコンのグーニーズそしてハドソンのファミコンソフトドラえもんのエンディングで ドラえもんのび太、静か、スネ夫、ジャイアンの5人が海に水上猛声を引いて立ってで5人の影がっていう風な感じの演出が最終的なエンディングにあります。でちなみにこれ、グーニーズのエンディングでも同じことになってます。 ま、あその当時からグーニーズのエンディングをドラえもんがパクったっていう風に言われてたらしいですけれども、だけれども、今回のサザエさん最終回かっていう見出しに付けられていた写真を見たとき、自分、そっちの方を思いました。これ、ちょっとハドソンの ドラえもんのエンディングをちょっとというか思いっきり似せて作ってんじゃないかっていう風に見てしまいましたまあ皆さんは最終回かの方の演出にみんな目行きがちでしたけれども僕は むしろ、そっちのファミコン版のエンディングの方の文を意識してるんじゃないかオマージュしてるんじゃないかパクってるんじゃないかっていうふうに思ってしまいました。